はいえまずスタートですスタートは内側から一番の小松崎選手が前を取りました、えー、なのでここは地元の福島勢が前ですね地元勢は高橋慎也選手に小松崎大志選手ですねここが六番一番の地元勢ですそして続いてその二つ目のラインなんですけども軍司選手がいますので二番七番四番ですここは神奈川三社ですねここは信頼の厚い三社です。 そしてその後ろ9番3番ですね吉澤選手に神山拓哉選手ここは栃場のラインです最高峰には8番5番北鶴選手に神山拓哉選手ですこのようなラインが形成されましたこのレースは4分線となりますこのレースなんですけどもやはり軍事選手がどのような仕掛けをするのかなというところですね えー、昨日は最終3コーナーぐらいから内側に入っていって平原選手とバッティングしながらゴールしてましたけどもやはりギリギリのレースをしてましたので今日は少し余裕を持って増谷選手、小原選手同県の選手の先輩がついてますのでやはりここは少し早めのレースに転じてくるのかなというような感じだと思います。そして、えー やっぱり軍事選手からすると8番の北鶴選手の破壊力がやはり脅威だと思いますので、えー、レースでも、ね、北鶴選手がもうあわやここはまくってしまうのかという勢いで、えー、今日も、ね、まくりましたけども、まあ、そのスピードをもらえば園田選手なのかなと、えー、思っておりまして、えー、やはり、えー、そうなってくると吉澤選手がどのようなレースをしていくのかなという感じですね。 残り2週半過ぎたあたりから早めに北鶴選手がまずは抑えに行きました吉澤選手もそれに乗る形で上昇していったんですけどここで軍事選手が間を、ね、吉澤選手を少し外に持っていきながら強引に前に出たんですよねなので逆に軍事選手は吉澤選手の後ろから一回生かしたところを切れば えー、3番手取れたのかなと、えー、私は思うんですけども少し無理に、えー、行き過ぎたのかな気持ちが少し強気だったのかなと思いますね、えー、そして、えー、位置的には5番手になってしまったんですけども軍事、えー、選手、えー、ここは、えー、今日は早めに行きました。 3番の亀山拓也選手に少し、えー、当たってしまって少し失速はしたと思うんですけどもやっぱり郡司選手強いですよね高いシ也選手を、ねえー、抑えてしまうわけですからね、えー、最終バックでペースで、えー、指導権を取ったところに北鶴選手が一気にまくってきました、えー、小松崎選手も必死で切り替えてここですね外に持っていったところでアクシデントが起きて、えー、しまって落車があったんですけども郡司、まあ、選手はしっかりと粘って2着園田選手がスピードをもらって突き抜けてきましたね。 3着には吉澤選手です5番2番9番のゴール決着でした